ぎるぜ。もう最低、完全に遅刻よ。もういつもいつも故障すんだから、この目覚まし時計もういらない。スケボーのままじゃ教室に入れないよな。ここに隠しちゃおっと。じゃあ男子の出席番号12番読んでもらおうか。じゃーん、滑り込みセーフ。あれ、あららららら、高木先生、じゃあここ1組なの。先生も人が悪いな、一言言ってよ。ほんじゃまあ失礼しました。またか、こら。健一のやつはまた遅刻かな。多分そうです。健一の遅刻は筋金入りだからな。このクラスは修行チャイムが鳴ったというのに何騒いでるんですか。高木先生、あれ、どうして健一が。この生徒がいきなりうちのクラスに飛び込んできて授業を中断させたんですよ。だから教室を間違えたんだってば。どうもすみませんでした。この子には私から注意しておきますから。この子ばかりじゃありません。だいたい2組はザウラーズなんて浮かれているばかりで、6年の中で最低のクラスですよ。最低？何が最低なんですか。規則を守らない、時間を守らない、言われたことを守らない、春風小学校の恥ですよ。そんなことないぞ。僕たちだって規則や時間は守ります。今の取り消してください。そうだよ、ちょっと一人が目立つからってそれで全体を決めつけるなんておかしいよ。そうだそうだ。バカね、ケンイチ、あんたのことなのよ。あ、やま、高木先生、あなたわざわざそんなことを言いに来たんですか。わざわざ言わないと分かってもらえませんからね。何ですかその言い方は。お、フォークの粉のついた手でスーツに触らないでくださいよ。学校で汚れちゃまずいような服を着てるんですか。何するんですか。やりましたね。この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 、また始まっちゃったよ。先生たちいつもこれだもんな。あの一体何をしてるんですか。これは弥生先生、いや実は2組があまりにやかましいので注意を。違うでしょうが、あなたが生徒を傷つけるようなことを言うから生徒たちが怒っちゃったんじゃないですか。まったく文句だけは一人前ですね、このクラスは。ちっ、なんだ威張っちゃって。ケンイチ、お前が悪いんだぞ。ごめんなさい。地球にゴーザウラーなどという思わぬ邪魔者がいようとは。しかし我らが機械化帝国の偉大なる神、機械神様、今しばらくお待ちください。この歯車王が必ずや地球も機械の星にしてみせましょう。全宇宙に鋼鉄の秩序を。さて、どこかに人間どもの故障した機械はないでしょうか。ん？おやおや、これは。ん？目覚まし時計ですか。故障してるんですゲレ。よし、これで機械化銃を作り出すです。ガションガション。やっておるな、ギーグよ。ギー、これは歯車王様。ギー、人間どもが我々の邪魔をする気です。小賢しい奴らめ、我が力見せてやる。機械化獣巨大改造。
長官に代わってザウラーズへのメッセージを伝えます。現在防衛隊は機械化銃と交戦中。念のためゴザーラーも援助に来るように。追陣大至急来るように以上。夕食はどうすんだよ。今日はカレーとプリンなんでしょ。でも早く発進しないと。ゴザウラーで発進したら給食なんかぶちまけちまうよ。ねえ食べてから行かない。そんなわけにはいかないだろ。戻ってから食べましょう。一度給食を教室の外に出すのよ。うん、それがいい。みんな給食を廊下に出すんだ。中島先生何やってるんですか。あ、いや、こんなお昼時に発進でして、給食は戻ってから食べることにしたんです。戻ってから食べるってもう40分ですよ。じきに給食時間は終わりじゃないですか。しかし子供たちだってお腹を空かせて帰ってくることですし。ダメですね。片付けだってあるんですよ。時間が来たらこの給食は下げさせてもらいますからね。ちょっとそんな。規則を守らないのでは他のクラスの迷惑なんですよ。じゃあいつまでに戻ればいいんですか。いつまでって。食べて片付ける時間があればいいんでしょ。それなら12時50分までだ。50分ってあと10分しかないじゃない。無理だ。無理も何もダメなものはダメ。君たちの給食はなしだ。そんなちょっと高木先生。10分で戻ってくればいいんだな。何よケンイチ。10分で戻ってきたら給食食べてもいいんですね。ああ戻れたらな。だったら10分で機械化銃を倒してやるぜ。おいこら勝手に決めるなよ。無理よそんなの。先生ともっと話し合った方が。やっぱり食べてから行かない。大丈夫、心配ないって。無理だと思ってるんだろうけどさ。いや私は。みんな出動してから給食食うならこれしかないだろ。さあ行くぞ、急げ。ゴザウラ。12時42分、あの時計合ってんのか。そうみたい。行くわよ。ケイチ君は上から行って。気合い入ってるぜみんな。だって給食かかってるもん。そんなことで頑張るのは君たち2人ぐらいのものです。え、みんなは高木先生にちゃんと約束を守れるところを見せたいんです。要は時間までに機械化銃を倒しゃいいんだろ。当たるもんかい。早いとこゴーザウラーに合体だ。オッケー。ゴーザウラー熱血合体。
に合うもんですか。よし、とどめだ。ザウラーミュー。どうしたの、ケイチ。あれ、どうなってんだ。右手が動かないぞ。そんな故障なの。右手首のこれかな。何か挟まってるわ。あの辺は廊下があるあたりなんだけど。そんなとこに何が挟まってるって言うんだよ。なんか楕円の板みたいよ。楕円の板なんて。はぁ、あ、誰かがあそこに行って取り外すしかないよ。誰かって誰かだよ。だいたいあんなところまで行けるのか。じゃあこのままどうすんだよ。俺が行ってくるよ。ちょっとケンイチ、何言ってんの。操縦はどうするの。手が動かないんじゃ俺が一番やることがないんだよ。ケンイチ、ちょっと来るわよ、コロー君。おう。よー、二人さん頑張ってね。ここに隠しちゃおうっと。あと1分だ。ちょっと二人で倒せないの。無理言わないでよ。お待たせ、ケイチ。待たせて悪かったな。うん、助かったわ。ケイチ君、もう時間がないんだよ。おっと、ザウラーボンバー。よし、決めるぜ。ザウラーブレード。またしてもゴーザウラーメ。覚えているんです。ガショーン、ゲショーン。
まあ、所詮彼らが間に合うわけなかったんですよ。まだ30秒あります。それを10分で戻ってくるなんて言っちゃうもんだから無理しちゃって。戻ってきた。あと20秒だ。18、17、16、15、14、13、12、11、12、8、7、6、5、4、3、2、1。そんなバカな。滑り込みセーフ。いただきます。いただきます。しかしケイチ、今日はお前よくやったな。見直したぜ。僕もう間に合わないかと思っちゃったよ。人間諦めちゃダメってことさ。頑張ったご褒美よ、食べて。いいの？僕のもあげるよ。いや悪いな。マジ本当？すいません。そういやケンイチ、ゴーザウラーの右手に何が挟まってたんだ？いやただの板だよ、楕円形の。すいません、これロッカーの中に入ってたんですけど。うわー、俺のスケボー。こらケンイチ、お前スケボーなんか学校に持ってきちゃダメだろうが。いやそのこれにはいろいろ事情がありまして。へえ、なるほど、楕円形の板ね。自分が行くって言ったのはそういうこと。じゃあケンイチ君のせいでピンチになったの？あの皆さん、冷静に冷静に話しましょうよ。そういや高木先生と勝手に約束しちゃったのもケンイチだったな。そう、10分間って決めたのもそうだよな。プリン返してよね。あらら、ちょっと、あ、俺のプリンまでなくなってる。当然だよ、みんなケンイチのとばっちり食うところだったんだから。そんな、どうして、どうして給食返して。今日は楽しい日曜日なのに、またまた機械化帝国が攻めてきた。みんな遊んでる場合じゃねえだろ。急いで集合してくれ。ああ、クーコたち弱虫3人組が機械荷重の中にいる。これじゃ攻撃できないぞ。次回、熱血最強ゴーザウラー、地球最後の日曜日、全員まとめて発進。